IT システム開発などを手掛けるネクストスケープ、本社東京新宿区、小杉聡志社長はこのほどリテールベーカリー専用の店舗運営支援サービスファンタベルのサービスを開始しました。同社が開発した専用のアプリでリテールベーカリーのパンを紹介し、消費者にそれらのパンを予約注文してもらうという流れを軸としたサービスです。パンの受け渡しは実店舗で行います。このアプリにパンを掲載してもらうリテールベーカリーは、最低1品目のアプリを通してしか販売しない商品を出品する必要があります。ベーカリー経営で重要とされる新規顧客獲得、リピート率向上、客単価向上、廃棄ロス削減の4つの課題を解決し、店の成長を支援します。アプリ上で表示する内容やレイアウトは同社が半年間調査した結果をもとに、リテールベーカリーを利用する人が欲しい情報をまとめているそうです。予約販売となるため、アプリ限定の商品については売れ残りが心配で、売ることのできなかった高単価のパンにすることも可能となっています。参加するベーカリーは、実際に予約販売が成立した取引の売上の 1.5% から 5% を手数料として支払い、月々の固定費と初期費用はかかりません。同サービスは4月28日からリテールベーカリー6店舗が参加してテスト運営されています。ネクストスケープは昨今、新型コロナウイルスの感染拡大により、町のパン屋さんでもその運営のリスク、スタッフの心理的負担が高まっています。そんな中、当サービスが提供する前日までの予約注文は、店舗の負担を最小限にしつつ、予約商品のバックヤード保管から直接梱包、利用者の店舗滞在時間の短縮を実現し、店舗、消費者、双方の安全性を高めることが期待できますとしています。兵庫県で自然派ベーカリーロー・ゲンマイヤーを13店舗展開するロー・ゲンマイヤー、本社兵庫県芦屋市、細谷陽一郎社長は、4月6日から4月17日まで推しパン総選挙と題した企画を実施しました。同ベーカリーの4人の店長が同店のパンのプロモーション企画を考えて SNS などで発表し、顧客にどの企画を実施してほしいかについて投票してもらい、最も投票数が多かった企画を実際に実施するというものです。総投票数1万3000票のうち3773票を獲得したローゲンマイヤーミノー店の店長が掲げたカスタードクリームを 150% に増量したクリームパンをお値段そのままで販売という企画が1位になり、4月24日から5月3日まで同ベーカリー12店舗でカスタードクリームを5割増量したクリームパンを増量前の税別180円で販売しました。その他のプロモーション企画は、新潟ミント神戸店の店長のリッチクロワッサンを3つで税別333円で販売という企画、3位が西宮北口店の店長の小学生以下のお子様に塩バタークレッセントを1日1個プレゼントという企画、4位が JR 芦屋店の店長が掲げたカレーパン1ヶ月定期券を税別500円で販売という企画でした。ロー・ゲンマイヤーは新型コロナウイルスの影響で外食を控え、中食が増えるご家庭を応援する企画です。選挙方式を楽しみながらお買い物をしていただき、1位に選ばれた企画を全店舗で実施し、外に遊びに出かけることができない今年のゴールデンウィークにお得にお買い物をしていただき、少しでも幸せを感じていただきたいと思いましたとしています。製菓製パンの原材料や器具などの通販サイト、
誇った、黒須明子社長、は、4月に過去最高の月間注文額を記録した、と発表しました。強力粉、イースト、バターなどが前年同期比、5倍の注文額を記録したといいます。また、4月の新規会員登録数は昨年同期比で20倍となり、11万人を突破する勢いだそうです。同サイトは、新型コロナウイルス、感染拡大防止のために、多くの人が家で過ごすことが多くなったのが原因とみています。また、パンのレシピのページの閲覧数が昨年同期比で、5倍に増え、オンラインでパン作りが学べる、おうちパンマスターの新規受講者数も、3月、4月とも過去最高を更新したそうです。同サイトによると、現在の家庭製パン用小麦粉の不足は、原材料不足が原因ではなく、パッケージング作業が各業者で間に合っていないためだといいます。イースト不足については、家庭製パンで使われるイーストは、外国産が多く、現在、国内で出荷されているものは、発注がすでに、3ヶ月程度前に済んでおり、急激な需要増に追いついていないのが原因だそうです。山崎製パン、飯島信広社長は、5月1日から6月30日までの期間限定で、富良野産メロン、十勝産牛乳、羊蹄産じゃがいもなど北海道産の素材を使用した菓子パン7品目を、北の美味しさだより、と題したシリーズ商品として販売しています。メロンパン、富良野産メロンの果汁入りホイップ、粒あんデニッシュ、十勝産小豆の粒あん、シューロールパン、十勝産牛乳入りホイップ&カスタード、ちぎれるクリームパン、十勝産バター入りクリーム、などの各アイテムです。メロンパン、富良野産メロンの果汁入りホイップ、は、富良野産メロンの果汁入りメロンクリームを使用したホイップクリームをサンドした製品です。粒あんデニッシュ、十勝産小豆の粒あん、は、デニッシュ生地に十勝産小豆の粒あんをくるんで焼き上げた製品です。シューロールパン、十勝産牛乳入りホイップ&カスタード、は、シュー生地をトッピングしたパンに、十勝産牛乳を使用したホイップとカスタードを絞った製品です。ちぎれるクリームパン、十勝産バター入りクリーム、は、ふんわりと焼き上げたパンに、十勝産バター入りのクリームを絞り入れた製品です。このほか、チーズ風味のスポンジで十勝産チーズ入りクリームを巻き込んだ、チーズクリームロール、十勝産チーズ入りクリーム、北海道産のコーンをもっちりとした生地でくるんで焼き上げた、コーンパン、北海道産コーン、羊蹄産じゃがいもを使用したコロッケをサンドした、コロッケバーガー、羊蹄産じゃがいも、の各アイテムを販売しています。商品パッケージの裏面には、北海道の豊かな大自然が楽しめる動画が見られる、QR コードが印刷されています。道北、道東、道南、道央の4つのテーマの動画が用意されています。山崎製パンは、当社は、自然や食などの魅力を生かし、活力あふれる地域の実現を目指して、北海道を応援する企業のネットワーク、北海道応援団会議に参加しており、その取り組みの一環として、北の美味しさだよりのシリーズ商品を通じた、北海道観光の PR に協力しています、としています。敷島製パン、森田敦夫社長は、5月1日、旅するスイーツと題したシリーズ商品4アイテムを関東、中部、関西、中国、四国の各地区で発売しました。オープン価格で4製品合計で月間200万個の出荷を見込んでいます。4アイテムは旅するスイーツニューヨークチーズケーキ風デニッシュ旅するスイーツベトナムコーヒー風クリームパン、旅
旅するスイーツ、クレームブリュレ風ケーキ、旅するスイーツ、ピーチメルバ風パンケーキ、2個入りの各製品です。旅するスイーツ、ニューヨークチーズケーキ風デニッシュは、アメリカ発祥の濃厚さが特徴のニューヨークチーズケーキをイメージした製品で、デニッシュ生地に濃厚で甘すぎず、ほのかな酸味のあるチーズクリームを絞っています。旅するスイーツ、ベトナムコーヒー風クリームパンは、ベトナム発祥の練乳を入れるスタイルが特徴のベトナムコーヒーをイメージし、ベトナム産コーヒー豆のコーヒーゼリーと練乳ホイップクリームをくるんだクリームパンです。旅するスイーツ、クレームブリュレ風ケーキは、フランス発祥の2つの食感が楽しめるクレームブリュレをイメージして、クリームを練り込んだ2層の生地を重ねて蒸した後、カラメル風味のグレーズをトッピングした製品です。旅するスイーツ、ピーチメルバ風パンケーキ、2個入りは、イギリス発祥の甘酸っぱいピーチメルバをイメージし、桃色の生地に、ピーチとラズベリーのジャム、バニラ風味のホイップクリームを合わせたパンケーキです。敷島製パンは、本シリーズでは世界のスイーツのうち、アメリカ、ベトナム、フランス、イギリスの代表的なスイーツをモチーフにして、菓子パンにアレンジしました。パッケージは、カラフルで楽しい印象をデザインし、売り場を華やかに演出します、としています。